せーの、漫画を応援するラジオ、マンラジイエーイ、イエーイこいつうぜえだこの番組は藤井慎也さんと応援団員の皆さんの提供でお送りします。はい、何の話からする？2つ話すことあるんだけど。早いですね。そう、ま、2つも。そう、拓司先生が8キロ太った話と、おいおい拓司先生の話で全部俺のことじゃねえかよどっちからいく？え、もうね、太った話はもう簡単だよ、うん、飲酒量が増えたからそうなんだよね。拓司先生8キロ太ったの何キロから何キロになったんですか？え、そんな、え、全世界に向けて言うの俺の体重を63から71になったよ。だからね、そうなんだよね。さっきね、マイクをね、ピンマイクを襟につけようと思ったら、うん、襟が閉まらないとか言って、閉まらないデブって言ってこれ本格的にやべえだと思った、うんうんうん、何お酒が増えちゃったの？お酒が増えたのと、うん、外食が増えたね。ああ、それはまたなんで？ここに勤め出してから確かに言いようが飲酒は昔からしてたんだけど、外食は増えたよね。だって新宿美味しいとこがさ多いのと、うん、やっぱりね、家帰って飯を作るという気力がなくなる。はいはいはい、うん、外に出てね、美味しいものもね、いっぱい食べてね、うん、で原稿も出来上がったんでしょ。10月できたよ。9月までにね、9月30日までの。え、もう体重の話はいいのこれ体重の話しましょうよえ、でこれ、うん、俺どうすればいいんだろうかと思って、どうやったら痩せれるのかみたいな。ジムじゃね。ジム、そう、僕あれなんですよ。じゃあ急に今週の新ニュースとして、僕ジムに行ってきましてね、はいはい、新初ジム、うん、肩こりがねひどすぎて、うん、もうこれはジムに行こうと、鍛えようと、はいはいはい、ね、背中を鍛えれば、さすがにあのさ、マッチョな人たちが肩凝ってるとか言ってるイメージはないと。ないっすな、ね、確かに、うん、あの筋肉がガチガチなはずはなかろうと思ってちょっと行ってみたんですよ、うん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 、そしたらすげえ良かった。面白かった。面白かった。そう、あのね、まずね、あれなんだよね、ジムって今いっぱいあるよという情報を皆さんにお届けしたくて。なんすか、なんすか。今最近流行ってるんだよ、24時間やってるジムって。はー、いつでも行けるの。もうね、そんでね、うん、人も誰もいねえの、深夜行くと。人も誰もいない、うん、まずね、この状況が僕にすごい合ってる。出たーいやー、これね、後で言うけどね、後藤先生なんかラジオ起動したら結構一人横飲むとかあんだと思ったよ夜中にフラッと行っても誰もいないっていうね。はいはいはい、はい、ね、それがすごくいい、うん、なんで鍛えてるとこ見せたくない？いや別にね、そういう、なんだろう、鍛えてるところの集大を見せたくないとか、うん、そういうつもりは全くなくて、うん、それは別にいいんだけど、うん、そんなもうクソダサいことなんて分かってんだから、うん、だって私本当に重り全く持ち上がらなくてあの、なんていうの、あの鍛えるやつ、そう、鍛えるなんかマシン、ね、背筋鍛えるやつ、うん、背筋鍛えるマシンとか、うん、もうなんかもう一番軽いやつでも重いってなるのは、まあそれはいいとして、うん、それはいいのよ、もうひたすらアピールしていくからいいんだけど、そうじゃなくて、なんだろうね、やっぱり夜中に行って、うん、なんか誰もいない教室嬉しい感ですよ。え、誰もいない教室嬉しくない？いや、ごめん、全然それはちょっとわからない俺は少し悲しいけどね。誰もいない教室とかって嬉しくない？なんか放課後とかガランとなった教室とかに一人いるとか、そういうところになんか嬉しさはないんですか？あるよね。ほら、うなずいてる。いや、みんな。夕暮れならわかる。そう、夕暮れとか。夕暮れならわかる。夜が怖い。そう、漫画家なんてみんなそれあるでしょ。どう考えても。なんかやめてください。主語でかくすんのは。僕だってこのゲームタンクの教室でさえ、ちょっと早く来た時とか別に電気つけないで暗がりの中にいるもん、なんか。おったわ。いや、なんだ、いつだったかさ、早めに割れてきた時さ、後藤先生がさ、明かりつけると思ったらポツンと一人でいて、怖ーって思って、で、しかも明かりつけねえからさ、なんか暗い中で一人でなんかさ、黄昏れてるんだよね。これ、どうした、疲れて死ぬのかな、この人はって思ったけど。そういうのって多分みんなわかるんじゃないかな。でね、今、そう、まあ、という気分も味わえる、うん、で、漫画家なんてさ、夜遅い時間に起きてるじゃないで、うん、もう普通の一般的な今までのジムとかだとさ、うん、23時半くらいで終わるんですよね、うん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 、もうそれだと、もうだって家帰るのがそれぐらいの時間とかにしょっちゅうなるから、はいはいはい、行ってらんないよっていうのもあって、うん、で今24時間やってるのがだからそんなわけで流行ってる。エニータイムフィットネスとかすごいもうあちこちできてるから、うん、皆さん調べてみるといいんじゃないのか。うん、で結果肩こりは治りそうなんですか？
わかんない。わかんないけど、うん、最近ちゃんと眠れるようになってきた。お、よかったじゃないですか。だから割と効果があるかもしれない。しかし、これが何が効果があるのかよくわかんない。もしかしたら、ランニングマシンとかもやってるので、なんか楽しくて、あの機械どもが。はいはい。で、なんかひたすら血行が良くなることによって、良くなってる可能性もある。ああ。ランニングマシンとかもすごいっすよ、今。もうね、最新のやつとか、モニターがあって、前に、目の前にモニターがあって、もうそこにね、さも走ってるかのような風景が流れるの。ちゃんと海外の綺麗な。はぁ。ね、シキャも。うん、シキャも。シキャも。風ボタンもあって。風ボタンある。そう。え、もう VR じゃん。そう。もうね、風ボタンの風量で、風も前から出てきて、もうね、やればやるほどね、外で走ればいいんじゃないかなっていうね。あ、それ出ちゃった。それ出ちゃった。そう、これ、なんでこんなに、すごい設備になればなるほど、これはなんでここで、こんなに外感を味わおうとしてるんだろうっていう、すごい不思議な気持ちになりながら、走ってた。てかさ、ちょっと漫画につなげていい？それ。どうぞ。俺デジタルで書いてるんですよ。全部ネームとかからね。で、ペン入れするときもさ、デジタル入れてんだけど、なんかデジタルっぽすぎるなと思ってさ、なんかちょっと乱れペンとかの設定でさ、アナログに近づけてたんだよ。アナログに近づけば近づくほどいい感じだなと思ったけど、あれこれもう最終的にアナログって書けばいいんじゃねえのっていう感じにならない。すごいわかる。その感じだよね。すごいわかる。デジタルでアナログを追い求め続けると、これなんでこんな苦労して、近づけて、もう初めからアナログでいいじゃないかっていう。ね、そんで戻る人今いるよね。いるいる。うん、で、最終的にさ、いや、でもコントロール Z があるから、デジタルの方がいいじゃないですかって言ったら、うん、いや、そうするとちょっと緊張感がないとかって言い出して、じゃあもうアナログでやってくれよっていう。そうなんだよね。だから今、エキタブ買ったみたいな人の声も大きい、多いけど、うん、それと同じぐらいアナログに戻したっていう声も結構聞くよ。あ、本当に？うん、うん。じゃあもうさ、最高の液晶タブレットで紙？紙かもしれないよね。しかもなんかさ、今だったらもう、どんどん進化していくから、紙に書いたものとかがそのままデータ化とかもあり得る、あるもんね、そういうやつ、ね。ありますね。そこら辺はね、ペンの太さまで感知するようになったらまた違う未来が待ってるかもしれない。うん、なんだろう、アナログとデジタルの融合ね。うん、これもう永久の課題ですな、本当に。この番組は東京ネームタンクがお届けするみんなの漫画を応援するラジオです。はい。はい。はい、漫画の応援団長の拓司です。はい、オス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 メス。これは。どうぞ。ごめんの後藤です。いいよね、このテンション。このテンションが最高にうざかったって話。そう、うぜえ。もう聞いてくれよ。もう聞いてくれよ、もう本当にこの話は。いや、こんなね。言ってみてくれよ。いや、今週は本当に申し訳なかったです、加藤先生。おうおう、何いや、あれですよ。疲れてたなと思って。疲れてた。そう、なるほど。ちょっとさ、後藤先生に聞かせてもらってさ、業務の方もお休みとかいただいたわけ。うん。で、何疲れてるかっていうと、原稿だよね。はいはいはい。で、原稿さ、締め切りもギリギリだったから、へろっちゃって。休みもいただいて、なんとかできるなと思って。うん、で、昨日最終日だったんですよ。うんうん、だから、いや、でも、これ、どうやったらこれ、最後のやる気が出るんだ、リポでいいか、ミュンケルかって、もう全部試してあるから、聞かねえな、はぁ、漫画の応援団長の拓司と後藤がやっているラジオがあるじゃねえかと思って、ピッて再生したんだよ、今週。その前に言っとこう。これあれだよね、そう、これ。そういう人たちを応援するための応援ラジオだったんだよね。そういうことですね。だからもう最高に。最高に今だと。今だと。生きる時だと思ったわけだね。漫画から拓司思いましたよ、その時。今俺は応援されたいみたいな。俺は一人じゃないみたいな感じのやつをね、得ようと思って再生したんですよ。中文っていうと、もう今放送してる前だと、なんか、あれ15回目かな？ 15 回目か16回目のやつ。で、その時に、ネームができてねえって言ってんだよ。その応援団長が。で、なんでネームができてねえかっていうと、スパイダーマンのゲームをやってるんだよ。バカですね。ねえ、てめえ、この野郎みたいな。誰のせいでこんなに苦しんでると思ってんだみたいな。スパイダーマンのゲームなんて買ってんじゃねえよみたいな。イラつきが止まらなくなっちゃって。そしてテンションが異常に高いんだよ。もうイライラすんな、こいつ元気だし、ゲームやってるし、みたいな。誰のせいでみたいな。だからふと思ったんだよね。うんうん、
ここで、これに負けた場合、うん、負けたっていうか、イライラするみたいな、もう全然応援されないとかって思っちゃって、原稿落とした場合、うん、最悪だなと思ったんですよ、俺、自分の、ね、自分のことが。うん、全部自分のことなんだけど。そうだね。ここで原稿を上げる気力を、この怒りを変化すれば、まだ、なんとかなるだろうと思って、終わらせた。終わらせた。終わらせた。でもこれ、ね、スーパー特殊のパターンじゃない？そうだね。俺以外だってさ、スパイダーマンやってても怒んないでしょ、別に。いや、でもこのパターンはつまり次回以降も使えるってことだよね。おや？いやだ、え、じゃあ何、何？いや、ま、今週すごい楽しかったんですよ。でもちょっと締め切りあるけど、まあ、未来の俺が何とかしてくれるかな、鼻ほじみたいな感じをしていて、それを、やべえ時に、まあ、また聞くか、ポチッとだ、おらーってちょっとあるよね、これは。月の頭はなんか余裕で遊びましょうよ。いや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 、やっちゃうじゃん。そう、やっちゃう。うん、終わったし。何、今遊びたいなんかないんですか、今最近これ。遊びたいのね、うん、なんかもう抱っこした瞬間って何も考えらんないじゃん、うんうん、その原稿やってる時は旅行きてえなとかって思っちゃうんだけど、うんうんうん、そうだな、 VR の新しいゲームが出たからやりたいってこと。やろうやろう。あとそれからすごい、VR といえばさ、うん、俺がこの間買った、なんか5、6回目の中に買って自慢したやつあったじゃん。うん、オキュラス GO ってやつがあるんですけど、ね、それの上位版が正月に出るらしいんですよ。うん、買うんですか？買いますね、多分、うん。何が上位なんですか、これ。解像度と、うんうん、あとね、現実世界が画面上に出るのよ。つまり、AR 的な？ AR 的な感じになるんですよ。うん。なんか、すごくない？もうそれ。うん、なんかちょっとした高架機動隊だなと思って。そうだね、そうだね、うん、だってさ、もうそれを装着しながら外に出ても、うん、割と外の風景がわかるから割と支障はないんだよ、外見以外は。はいはい、うん、僕もなんか最近あれやりましたよ、なんだっけな、バーチャル YouTuber になろうの会に行ってきて。あ、はいはい。え、なるの？そうそうそう、なるかどうかわかんないけど。ああ、まあちょっとこれね、なんか新たなマシンあったよね、あれ、なんていうやつだったっけ。え、誰も覚えてない。ここスタッフ割と連れてみんなで行ったんだけど。おいおいおい、俺以外にすごい覚えてないの？全然覚えてない。覚えてない。あれもすごかった。すごいマシンで、これ高いんですよっていう30万円ぐらいのマシンだったはずなんだけど、うんうん、すげえな。すごかった。それも現実世界に穴開けられたりするの。はあ、ピンチアウトで穴開いたと思って。おうおう。でもね、思ったよりね、 AR の世界が狭かった。狭い。視野全部じゃないの。中央部分だけだった。あ、中央部分だけなんですか。うん、はあ。でもね、見た目は割とおしゃれで、はあ、これで外に歩いてても、まあ、サイバーな人なんだなぐらいで済むぐらいの。ああ、その、オキュラス GO とかだともがっつり VR って感じだけど、そうそう、うん、後藤先生がやって、つけたやつは、割と。そう、メガネ、サングラスメガネっぽい。はあ、イメージングでできてましたよ。はぁ、やった、俺もやってみたかった。未来のガジェットは、うん、いつも興味があって、うんうん、家電屋とかに無駄に行っちゃうし、これ。行こう。あとね、うん、あれ見ようと思った。若おかみや小学生っていう映画。おー、うん、今なんかツイッター上ですげえ流行ってて、なんかその児童書が映画化したんですけども、全然最初お客さん入ってなかったのって、だけどもうみんななんか絶賛って感じだから、そんなにちょっと若おかみが小学生の見たいのかみんなって感じで、じゃあ俺もちょっと行きますって感じで、多分余裕ぶっこいてるね。いいんじゃない、行きましょうよ、うん。僕は次かな、ニュースで言おうかなと思ってたんだけどね、うん、ゲームの話がちょうど出るんで、うん、急にゲームの話していい、うん、ジャンプフォースっていうのが出るらしいよっていうのがニュースで入れようかなと思ってて。ジャンプフォース？ジャンプフォースってさ、なんファミコンジャンプみたいな。そうそうそう。ファミコンジャンプ？ファミコンジャンプかい。ファミコンジャンプの、まあ今現代版みたいなやつで、もうね、ジャンプのキャラクターたちが戦うみたいなのがまたあるらしいよ。マジっすか？ファミコンジャンプってみんなやったことある？しかもね、これがね、面白いのにね、これ誰世代なんだっていうね、ゆうゆう白書。90年代じゃん。え、ファミコンジャンプに出ているキャラが出ている。いや、結構、いつの悟空もいるし。まあ、リアルにはなってますね。いつの時代の、いや、すごいよね。こんな時代なんだなと思って。すごいな。ファミコンジャンプをやってた世代もやれますね、これ絶対。そう、フリーザとか出てきてる。いつまでフリーザと戦ってんだろうね。
これ言っちゃダメなんだけど。これあれだね、50周年だからやってるんだろうね。ああ、そかそかそか。あと、うん、ゲームの話でさらに思い出したけど、よし、いい、うん、最初、一番やりたいの。うん、なんだスパイダーマン。クリアしてないのよ、まだ。ね、よーし。いやー、じゃあ10月の前半楽しみですね。怖いよ全部やっていこう。映画も見よう。映画見よう。見よう。もう、ドラえもん楽しいぞ、きっと。いや、もうね、未来と過去の自分っていうのはもう別の生き物だってやっぱり常に思うね。うん。うん、まあ、それだけなんだけど。締め切りに終わらせるってね、やっぱ大事よね。うん、大事。締め切りに終わらせる技って何かありますか？僕もなんかずっとね、うん、その仕事してた時とかって、うん、毎回毎回もうほんと締め切りの、まあ CD とか持ってったりするわけだったんですけど、うん、データを持ってたりするわけなんだけど、もう次の電車乗らないと打ち合わせ遅刻すると。うん、で、それにギリギリ間に合うかどうかっていうところで CD がちょうど焼き上がるぐらいの。わかる。毎回なんでこんなに合わせたかのように15秒前とかに出来上がるんだろうなと思って。わかるわ。今回それだったもん。不思議。あれは人間が限界までサボろうとする結果。本当にこれはやばいというところまでは、ね、ね、サボっちゃうかもしれない、ね。いや、まあなんていうのかな。サボりかいや、睡眠が大事だと思って、1時間寝て、4時間行動して、1時間寝てみたいな感じに最終的になんかなるんだよね。なるなる。こまめに。そうそう、睡眠で調整してんのか。そう、睡眠で調整してるんですよね、多分、ね。多分それあれだよね。でもやっぱり自分、結局多分無意識のうちに自分ができる量と時間っていうのは把握してて、多分これぐらいでできるはずだみたいなのを。そうそうそう。分かってんのかもしれないね、体がね。じゃあさ、今ちょうど未来の自分に対していろいろ言っときますか。うん、言っておこう。いやね、余裕を持ってスケジュール通りやればそんなことにならないよ。お前今苦労してんだろう。それで全部自業自得だからね。あれこれ応援じゃねえな、これ。でも頑張れ。これ俺いろんな人敵に回した気がする。よかったね。自分で言ってしまった。じゃあみんなもね、その今の辻先生の反省を生かして、うん、みんなはちゃんとスケジュール通り計画通り進めよう。そして辻、うん、先生はギリギリまで遊ぼう。遊びます。いやダメだよ。ジャンプの話も出たから、うん、あの話していい？何すか？ NHK のテレビ見た？ああ、見ましたよ、見ましたよ。うん。それが今週は話題だったんですよね。ああ、そうですね。で言うと、これ、2週遅れだから1ヶ月前くらいかな、大体。になっちゃうかもね。うんうん、どんなテレビだったか教えてもらっていいですか？定点カメラがいろんなところに仕掛けられてて、100台、100台。100台。うん、で、ジャンプの編集部員の人たちを観察するっていうことを、うんうん、なんかテーマにしたドキュメンタリー番組を NHK がやったんですよね。うん、そうそうそう。で、みんなジャンプ、興味あるじゃないですか、うん、ジャンプどんな人作ってるのみたいな、俺バクマンでしか知らねえよぐらいの、うんうん、そういうのを見たくて見たら、うん、みんなキャラ立ってるなと思って編集部員の人たちが、うんうん、なんかすげえ歌歌いまくってる人とかさ、ね、あとなんかもう漫画家さん、新種漫画家さんにさ、うんうん、ブワーって長文で言ってる人とかいてさ、そうそうそう、なんだろう、うん、面白いんだけど、うん、なんだろうこのモヤモヤした感じって俺は思ったよ。さあ、ちょうどありがとうございます。うん、そんなわけでね、僕、記事1個書いたんで、うん、あ、これは記事にできるぞと思って。うん、はいはいはい。見た。うん、だから、ドガーッと編集さんが言ってた、あのドガーッっていう部分をしっかり解説するっていう。あれでしょ、ジローの呪文みてえなやつでしょ。そうそう。10秒ぐらいでわーって言ってたやつ、うん、僕、記事にするの4時間ぐらいかかったから。え、漫画を教えてる講師の人が4時間もかかったものを、新人の漫画家が、割と、2、3分の中で噛み砕いて、ものにできる、なかなかの難易度だね、それは。丁寧に解説しようと思ったら、やっぱそれぐらいの時間もかかるっていうね。うん、あれでもね、わかんないけどね、もちろんね、うん、テレビの演出があったと思うからさ、はいはい、ね、カットされてて、いろいろ説明があった後にね。いや、もちろんそうだと思いますよ。そういうことも、うん、そういうふうに言ってたのかもしれないけど、やっぱりさ、テレビさ、うん、カメラ、なんか映ってるなと思ったら、俺もなんか、うん
か無意味にピースサインとかしちゃったり、だからはっちゃける、うん、はっちゃけるテンションになるよね。そう、うん、演出は多分にかかってるだろうなと思ってはいつつも、うん、でもまあ、うん、そこに乗っていこうと、うん、いう感じですよね、うんうん、テレビあんまり見ないのにテレビあんまり見ないのに、いやでも編集部の中ってなかなかさ、本当珍しいよね、編集部の中をあんなにがっつり見せるのって。そうですね、うん、ね、そのあんなに散らかってんだと思って。そう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 、それは思ったわ。すごい散らかり方じゃない、うん、もう資料が山積みになってたよね、机の上とか、うん、あれさ、今デジタルだからいいけどさ、うん、あれで魂込めた原稿があそこの机に乗っかるのかって思っちゃうと、俺の中でゾゾゾゾなんてしない。どうだろうね、原稿はそこにあるかどうかわかんないけどね、うん、僕小学館時代の思い出だと、うん、確かに机周りはものすごいけど、原稿は原稿をしまうスペースがちゃんとあった。はいはいはい、うん、だからまあまああれはなんだろうね、資料とかなのかね、うんうん、どうなんだろう ね、 どうなんだろうね。これ愚痴っていい？何でしょう、一つ思い出したから、うん、もうこれ明かせねえわ、某編集部にしとこうか、うん、某編集部のところでいい原稿預けたでしょ、うん、で返却で書いた時、うん、俺に曲がってたはいと思ってはいはいはい、ちょっとずさんみたいな。どんぐらい折り曲がってたの？もう端っこが立ち切りの5センチぐらいのところがベコって曲がってて、あまあなんて言えばいいんだろう、まずそもそもね、うん、返却してくれって言ってから1年後に返却してきて折り曲がってたから、もうね俺の中で呆れを、うん、呆れがそうだね、あーってなったとこがあったまあね、まああんだけの管理になってたらまあそうなるよね。あとは編集さんにもやるよね、うん、まあね、うん、すぐ返してくれる人もいるし、もちろんいます。まあでもそれ考えるとデジタル化の恩恵はでかいね。でかいっすな、うん、原稿返してくれみたいなのがないもんね、うん、今もうね。でもね、そう話しますけど、後藤先生のあの記事、うん、すごい面白かったです、はい、ありがとうございます。いや、よかったなと思って、うん、分かりやすいと思って、分かりやすかった、うんうん、で、新人の人をあれ本当にできるかなって俺は思って、うんだね、あのそうなんだね、翻訳みたいな、そうそう頭の中で、うん、その後もね結構その話題になって、うんうん、これもう一回説明しておきますね。これ、ねうん、ノートで見れます。僕ノートで書いたので、なのでノートで、ノート上で東京ネームダンクとか後藤とか検索してもらったり、うん、もしくはなんか NHK とか入れたりすると、うん、100カメっていう番組だったんで、うん、そこら辺で出てくるんじゃないかなと、はいはいはい、もしくはもうこのあれだ、うん、この YouTube の画面の下にリンクを貼ってもらうか、うん、あそれはいいよ、うん、じゃあお願いします、ね、という感じで、そこで、うん、そこから見れますという感じ、はいはい、でだからその後もね結構この編集さんの言葉を理解するのはすごい難しいというのが、うん、講義の中とかでもねマスターコースみたいなのもやってるんですけど、はいはい、ネームできる講座マスターコースというのやってて、そこら辺の中でも出てきて、やっぱり編集さんって直し方とかは教えてくれるんですよね、問題点とか、うんうんうん、直し方は教えてくるんだけど、その原因は何かというところを教えてくれないから、うん、結局それその原因を解決できないまま、はい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 、ね、上辺の直し方だけ直して、うん、微妙にさらになっていくみたいなのになってるよねと思って、だからもうまさにお薬だけもらってる状況になってるわけですよ。なんかいろんなこの薬とこの薬と抗生物質と、ね、解熱剤と喉の痛みを和らげるやつねって言われてて、でもその状態で薬から僕の病気は何なんだろうっていうのを、はいはい、特定しなくちゃいけないんだなと思ってて、うん、お薬の例で言うと、うん、お薬じゃなくて、うん、お薬の材料をもらってるんじゃないかと思うんだよ、ね、なるほど、ね、お薬の材料をもらって、はいはい、でも自分で煎じないといけないから、はいはい、煎じ方、あれこれ体どう終わりんだっけ、うんうん、まあ、とりあえず多めに入れとくかこの抗生物質みたいな、ね、結構むずいよね、うん、それってだって自分で治さないといけないからね、そうそうそう、煎じないといけないから、うん、傷薬とか急に渡されて、うん、あれ俺本当は何が悪いのみたいな、うんうん、なるよね、まあ、とりあえず言われたからやっとくかみたいな、うん、とりあえず言われてからやったのやつで、うん、面白くなった寂しいなしですよ、そうそう、でよくさこれあるじゃない、編集の言うことがコロコロ変わるんですよとかいうのをこう言って、ちゃう系の話って、うん、まあそうだよねって僕はその時はね、うん、結構やっぱ優しさ対応しちゃうんですけど、うん、僕が本当はいつも思ってることを本心を明かすと、うんうん、明かしちゃうんだ、要はね編集の言葉がコロコロ変わるっていうことは、うん、やっぱり本質が直せてなくて、うん、それでそのまあだから言われた修正案を、うん、で直すんだよね、でもそれって要は結局根本が直ってないから、うん、持っていくとまた違う修正案を出されるんですよ、はいはい、でそれは確かにこっちからしてみると編集の言うことがコロコロ変わって見えるよね、うん、でもそれは根本の治療ができてないというか根本の問題が直せていない漫画家の方に問題が実はあるんじゃないかなって思っちゃうことが結構ある、うんうん、なるほど、
じゃあ俺はあえて反論言いますか。うん。これは二人の責任だと俺って思ってますよ。編集さんと番組さん。だってちゃんとコミュニケーション取れてないってことじゃないですか。そういうことになるよね、うん。で、そのコミュニケーション取れてないっていうのは片方に原因があるってじゃなくて、大抵の前、どっちにも原因があって、うん、うまくその原因を噛み砕けてないし、言えてないんですよ。うんうんうん、よーし。イベントの話していい？いいよ。なんかね、え、で、そんな時に、なんでそんな流れでイベントなんですか？ちょっと そう、漫画家 VS 編集部っていう企画がありましてですね、これは何かというと、まあそんな感じでですね、うん、ディスコミュニケーションですよね、うん。コミュニケーションが取れてないことが、割と問題になっているので、もうちょっとね、編集部の人たちとしっかりコミュニケーションした打ち合わせをしようじゃないかという回、はいはいはい、これが漫画家 VS 編集部、あと、いいんですね、漫画ボックスですね、漫画ボックスの編集さんと、うん、まあ、漫画家ずらーっと集めてですね、いろいろ作品募ってその中から5作品選んで、うん、1つの作品についてこれどういう風に編集さんだったらアドバイスしますかみたいなのを聞いて、うん、でじゃあそれなんかいろいろ出てきた修正案やアドバイスをじゃあ我々講師陣で噛み砕き、はいはいはい、まず編集さんは多分こういうことを言ってるんだと思います、うん、みたいな一度翻訳し、うん、でそれに関してじゃあ漫画家はどういう対応をすればいいのかっていうのを考えていく、うん、なるほど。結局いつもみんなそれで、はい、そうですねってなってね、うん、受け取って、うん、結局修正案がうまくそのままできなかったりとか、はいはいはい、やりたかったことが全くなくなってるとか、うんね、そういうことになって苦しんだりするので、そこでじゃあどうやって自分の、うん、面白いところ、ね、やりたかったところっていうのを編集にアピールして、はいはいね、コミュニケーション取って、うん、最善の修正案、うんね、理想の修正案に近づけていけるのかなど。なるほど。ね、そういうのを掴んでいく公開打ち合わせみたいなイベントになっておりますね。うん、なる、いいですな。これが11月18日にやります。うん、お、うん。11月18日。しかしね、これまずはね、ネームタンクの人の、ね、うん、ネームできる講座の修了者の方からね、うん、やろうかなと思っているので、うん、まあ、ちょっとそのレポートはご期待くださいっていう感じですね。ラジオ中にもちょっと言っちゃいます？言います、言います。で、だからどんな感じだったかっていうのはお伝えしたいし、うん、まあでもね、今後そういうイベントをもっと広く募ってやりたいなと思っているので、うん、私もやりてえっていうね、人今聞いててあるかもしれないので、そういう人たちも今後はやっていきましょうねって。なるほどです。綺麗に。綺麗に綺麗 に収まったけど、うん、俺その時ちょろっと思い出したことあったから言っていい？うん、なんだ雑談気分で、うん、あのさ、俺も相当いろんな編集さんと打ち合わせしましたよ、うん、でその時に思ったこと、うん、その編集さんの言葉が足りないっていうより、うん、割と原因は言ってるんだよね、はいはいはい、だからその時に、うん、原因はこれこれこういうところは良くないと思って、うん、いろんな直し方があるけど、うん、例えばこういう直し方がある、はいはいはい、この例えばからが長いのよ、うん、っていうかでかい、うんうん、でそれって編集さんは頭の中で用意してきてから打ち合わせ来るじゃないですか、はいはいはい、でも漫画家はまず原因が分かっていない、うんうん、でそもそもこれ面白いだろうと思ってきてて、うんうん、これ良くないよ、原因はこうこうこうだよって言って、うん、って驚きますよね、うんうん、その驚きに対応まずしてパニックるからはい、はい、でそこで原因がこれこれこれで対応策はこれこれこう思うんだ自分はみたいな、うんうん、早い、はい、みたいな、はい、いやまだ俺は原因があるってことに今気分を落ち着かせることに精一杯ですけど、うん、みたいなやつで大抵その時に打ち合わせでして、うん、じゃあ自分はこういう風に直そうと思います。いいね。じゃあ設置案でこれかね。わかりましたって言って、家帰った時に、あの時折衷案にしたら微妙になったな。よし、原因だけ、ちょっと汲み取って、うん、編集さんの言ったことはごめんちゃいにしようって感じになって、うんうん、で、直して持ってくじゃないですか。うん、そしたら、田口くん、これだよ、みたいな。っていう場合が多かったですね。多いよね。うん、あ、自分で言った対策のやつ全部忘れてるだ、みたいな。あのね、みんなもね、これは絶対覚えてた方がいいよね。編集さんね、言ったこと結構忘れてるから、ね、あんだけ打ち合わせしてて覚えてないよね、どんな修正案言ったかね。うん、で、だから、全然自分のやり直し方で直しちゃっていいと思います。うん、原因は結構覚えてるんですけどね。うんうん、とか、あと、これ面白くなったよっていう感覚、前の点、うんうん、例えば80点のやつが100点になったっていう感覚を覚えてるんだって。なるほど。うん、まあだから、まあ編集さんも面白くなってるばいいわけだからね、結局的には。なので、それでいいんじゃないかな。うん、なんかなっていう感じですな、うん、ってことを思い出しました。素晴らしい。うん、
京ネームタンクからのお知らせです。はい、ーネームできる講座 3HD コースね、うん、12月期が10月15日から予約始まってます、うん、開催は12月の14、15、16の金土日です、はいはい、そしてイベント漫画家 VS 編集部ね、うん、作品を掲載に近づけるための相互ディスカッションです、うん、こちらは日程はですね11月18日日曜日13時から18時、参加費は5,000円、うんうん、ネームできる講座終了者のみご参加いただけるイベントです。予約フォームはでき次第チャットやツイッターやら、ね、メルマガとかでお伝えしていきます。さあじゃあ最後チャンネル登録ぜひお願いします。僕たちと一緒にね漫画を応援してくださる方、うんうんね、みんなで漫画を応援していこうと。おいいっすな、ね、タクジも応援していこうと。いや応援されてるはず、ね、画面右下のいいねボタンまたは画面下の赤いボタンからチャンネル登録をお願いします。はい、じゃあピクシブのねファンボックスもやってますんでそちらも覗いてみて、そして応援団に、ね、なってくださるといいなって感じですな。はいはい、では漫画を応援するラジオ漫画でそろそろお別れの時間です、うん、はい、じゃあこの番組は星井慎也さんと応援団の皆さんの提供でお送りいたしました。はい、また次回お会いしましょう。はい、またね。